できました。なんだろう、見せて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 、なんだろう、なんかあ、なんか頭でっかちそういうことか、なんかちょっと頭でっかちだ、なんか変だな、でもバランスよくない、うん、え、結構可愛くない、細身かもしれないです。あ、確かに、確かに、比べると、うん、本当だ、私結構ポチャポチャなの、見てポチャポチャコなの、もう可愛い、可愛い、体もポキョってしてるの、ちょっと体でかく描きすぎ、でも輪郭とかすごい、線の描き方が上手、そう、なんかうまく描けた、なんか私ボヤボヤしてるからかな、え、ね、でも先生には近い気が、なんか先生もさ、割と線さ、なんかふわふわってしてる、なんか私、なんか濃い、はっきり、うん、主張強い、はっきりしてる、ガ、うん、強い、そうじゃない、チークの色も濃いし、そんなラテアートですが、特別な機械がなくても自宅で作る方法があるんです。今回お邪魔したヌヌースカフェのラテアートは可愛すぎ、スイーツも絶品なので一緒にどうぞ。さらにカップに絵を描いてみたい人は予約してね。最後に熊井さんから耳寄り情報が。今やっていただいたラテアートなんですけども、実はお家で100均の電動クリーマーを使ってお家でもラテアートを体験できます。そのやり方です。まずは乳脂肪分高めの牛乳を温め3秒間だけかき混ぜます。こんな感じですね。本当にできました。はい、一瞬、ね、一瞬トントンして大きな泡を消した後、上に浮いた泡が流れ落ちないよう押さえながら牛乳を濃いコーヒーに混ぜていきます。大丈夫です、まだまだ、もうちょっと入れます。カップに注ぐ量はどうでしょう、このくらい、はい、OK です。あ、結構もうギリギリ、はい、ギリギリあとは泡を乗せて先ほど習った通りチョコレートソースなどで絵を描いていきます。お店のような細かな絵は描けませんが、ラテアート気分は楽しめますよ。沈んでっちゃう、ちょっと目描くのこれめっちゃむずいな。2人の100均ラテアートがこちら。なんとも残念な結果になりましたが、熊井さんが作るとさすが先生。はい、ぜひお家でも引き続き練習してみて、はい、楽しんでみてください。ちょっと練習が必要です。練習ですね。食べたくなりました、うん、ね、ぜひぜひ見せてください。そしてスーパーで売ってるもう牛乳と、これインスタントコーヒー使ってるんですけども、あとチョコレートソースも本当にスーパーで売ってるやつで使えるので、本当に簡単に始められます。皆さんもお家でやってみてください、はい、やってみてください。